はい、アンサンブルスターズ、今回はスカウトホワイトブリームということで、はい、ボッチャマが星5で登場いたしました。おめでとう。もうこの絵がもうめちゃくちゃ良くて、もう本当今回ボッチャマが来ても、ちょっとねガチャ、まあ、ちょっといろいろね周年とかやってくるので、まあ、我慢しようと心に決めておりましたが、このボッチャマを見たらもうめちゃくちゃ欲しくなったので、ちょっとだけね、ちょっとだけ回したいと思います。はい、いやこのねボッチャマはちょっと反則だわ。まあでもボッチャマの衣装って なんか全部可愛いんですよね。なんか全部可愛くて、そうそう、うん、いやもう、まあ、しかも似合うしね。あとツイッターでこの衣装を見たんですけど、とても可愛かったんで本当にね、はい、ぜひ、はい、お迎えできたらなって思います。まあちょっと20連でね勝負したいと思います。まあでも20連でね来るかって言ったら、まあ来ないんじゃない。いやでもちょっと頑張ります。はい、ということで、もうボッチャマね、開花前もなかなかのなんでエイチ様が倒れてるのかともう分からないけど、もう本当この顔をもう泣いとるよ。もうボッチャマね、ボッチャマの泣き顔はね、もうほんと胸にきますね。はい、そして、まあ、星4がね、はい、カサくんということで、はい、御曹司ペアでやってきました。で星3にね、はい、日和くんとエイチ様ということで、星3はねやっぱ欲しいですね。はい、ぜひ星3は欲しいし、カサくんも欲しいし、ボッチャママジでボッチャマ狙います。まず優勝ダイヤで、優勝ダイヤで来ないかな毎回ちょっと夢見てるんですけどね。はい、まあせめてお願い、エイチ様、エイチ様来い。お、日和くん、よし、この衣装いいっすね。いいですね、なんか高貴な感じしますね。はい、ということで、日和くんゲットしました。はい、それではお願いします。10連、いやマジで20連しか今回引かないから、マジで本当にお願いお願い。でも最近ね結構補修後確率案外高いんだよな。そうだからちょっとお願いします。うわー、うんうんうんまあせめてね色ついてほしいです。はい、ということでリッツ、お、カサくん、よし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 、かわいいですね、かわいい。このなんかメイドさんのやつをホワイトブリムっていうらしいですね。知りませんでした。で、ひよりくん、お、来た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 、よし、この悪そうな顔のエイチ様、いいですね、ありがとうございます。いやもうこれでもうあとボッチャマだけになったんですけどあとボッチャマだけです。はい、ハードル高くなりました。いやでもまあ来てくれた、あ、2枚目、いいじゃん。いや星4もね来ないとき来ないんでね、これは嬉しいですね、ありがとうございます。よしよし、可愛いですね。はい、よし頼む、ぼっちゃま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 、ラスト引かせてください、お願い、マジで2時くれ、2時頼む、こっち金、2時にならないけど、まだ私は最後まで望みを捨てない女です金でも来る、あ、カサくん3枚、マジすごい、いいね。これ前回のね、あれなかなか星4来なかったから今回かなりいいですね。さあお願いします。じゃあてめて、うわー、4枚4枚来たやばい。え、だって前回さ100連、結局 100連くらい引いて星44枚、まあでそれで 100で交換したんで、今回20連で4枚なんでめちゃくちゃいいね。あ、でも星さん今回ないや
こういう時もあるんですね。ありがとうございます。ということで、まあ、ボッチャマは来ませんでしたが、はい、カサ君がねたくさん来てくれました。ありがとうございました。いやでも周年のなんかお得なダイヤがね明日だかに来るんで、でもちょっとそれ残しておきたいんで、いやとりあえず今回はここで終わりにしたいと思います。ボッチャマ優勝単発で来てくれ、はい、ということで、ありがとうございました。